거친이 오히려 더 나쁜 것 같다고 약간 보이네. 私を開けて小金の本は彼に言った。悲しみの蜜があります。彼らは呪われたぬいぐるみたち。彼らは他にあったの？ 이르카나르よろしく。 이르카? 이르카? オッケーよ。人間の火星はドライス。あれ、イルカ様のことお願いします。もしかしたら亀尾くん。なおちゃん、なおちゃん。あ、ユツナ。しません。誕生日課長。俺がマシンだ。そんな。 僕はあなたたちを全て犠牲できるなんてありえない。それ以上は求めていない。自分を役立てるだけがいい。どこのせいじゃないよ。私に教えてくれ。赤い色は好きですか？イルカナル。ねえ、なるくん読んでもいい？ ああ、そうか、いるか。こっちに聞こうよ、この娘。ね、大丈夫？触るな。死ぬほど退屈しているのではありません。ここであなたの人生にスパイスを作りません。良いではないか。え？誰だけ？彼女君。わあ、おかえり。女とかどうでもいいだろ。 だからなおは、オーバラクロロ、ケロピじゃねえ。ダメ、ダメ。ええ、そうですね。ユツナ君は自分以外の人を傷つけることはありません。ああ、そうか。ヒヒヒ、ずっと女の子のおっぱい触りたいな。貴族は明らかに、あなたの一人ごとよりも、 彼女の傷に値する。僕はドリの女の子だけに興味がありますよ。何か退屈。あの、インフィルターの傷、いつか手に入れる。おいしい。ああ、めんどくせえな。ほらほら。ゆうたいて。私はザナ、ネクロミ、ナナです。 もしする気？僕が知りたい。なぜ私たち人間が動物のように振る舞う理由を。我々の呪いがいつか解ける。声が心締めつくるように。パラドックスマンション、あなたの真実はあなたの幸せにします。ちゃんとラプスコミック、パラドックスマンションのこと読んでみてね。サブスクライブ忘れないように。